基本的にはこう座りでこうギター一本で演奏することが多いんで、まあストラップ今まであんま使ったことなかったんですけど、とはいえ今最近あのバンドの方も始めたりはしていて、立って演奏する機会も増えて、まあそんなこともあって、じゃあどんなストラップがいいのかなみたいな考えているときに、やっぱその座ってる時と立ってる時であんまりこう腕の位置にこう違いが出てしまうと感覚が狂ってしまうのもあって、いや、そこは結構自分はすごい重視してるし、あんまりこう下の方にやるとタッピングもやりづらかったりとか、あの座ってても立っててもこう自分の出したい表現、アーティキュレーションが出せるような高さでできるようなストラップを作ったっていう感じになりますね。まあこれ裏面と表面でそれぞれあるんですけど、まずやっぱ表面の方は、まあ、デザインですよね。どうしようかみたいな話になった時に、こう1点と1ゼロも結構こうニュートラルなデザインにしたいと思って、今のこのヴィンテージホワイトとか、まあ、そういうカラーに行き着いたわけなんですけど、ステージの照明が当たった時の、まあ、その光沢があることで、ちょっとこうマットなものよりもこのグレーに関してはライティング当たった時の感じがすごいいいなと思ったんですよね。一回ちょっとこうデモ品作ってもらうと、この黒のカラーもあるし、それがつなぎになってグレーでもすごい合うし、あ、いい感じの色になったねみたいな、でこれでいこうっていう風に決まって、まあ、最終的にはすごいいいデザインに落ち着いたんじゃないかなっていう風に思ってます。まあ、そういう意味では結構こう思い入れのあるデザインなんですけど、で裏面の方はまあそれとはまあ対照にこうデザインよりも、まあ、こっちの方はまあ演奏性にかかってくる部分になってくるんですけど、裏地のこれですよね、こうつけてもらったり、これかなりこう実際ずっと立って弾いてると、これがあるかないかで疲れ方、肩の負担っていうのがだいぶ変わってくるんですよね。そこの二つがこのストラップ、シグネチャーストラップのまあ自分がこう気にしたところになりますね。硬くてエッチなピックのアタック感は指ではどうあがいても出せないから、自分の指で出せない表現のピックを選ぼうって思った結果、まあ、このピックの形に行き着きましたね。まあ、正直よく言うと全厚みパターン、欲しいんですけど、まあ、その中でも一番こう、まあ、バランスよく使えるのがこの厚みだったっていうところになりますね。と、このピックって、普通の塩ビとか、こう、セルじゃなくて、実は、ウルティムなんですよ。で、これも自分が結構こだわりとして選んだとこなんですけど、もともと自分はずっとウルティムのピックをあえて使ってて、ウルテムのこのなんか弦と当たった時のこのアタック音が結構爪で弾いた時の音にこう近いものがあって、でそこのウルテムでしか得れないこの独特のこのアタック音、倍音が自分はすごい好きで、でそのウルテムでなおかつ鋭角の部分とこの鈍角の部分がこの2つがあるから、まあそれでだいぶ出したい倍音のコントロールがしやすいなみたいな、そういう理由でウルテムを選びました。ここのだから鋭角な、もっとも鋭角な部分はで、まあパワーがあるときはそうですし、とか今こっち側で弾いてますけど、丸い方の角で弾くのもよかった。まあこっちの端っこの方はもっとこう倍音が欲しかった時とか、このこっちの角度でこう弦を擦った時の音、この音はやっぱり独特な音ですし、みたいな使い分けですね。と、まあ、この1点から始まって1点とで、もともとタルマンからこう僕はまあ活動もそうですけど、すごいこう飛躍してったっていう、まあ、一緒にタルマンは僕のこう音楽人生の相棒だったっていうところからのこの10から戻った0、10。で、このギター、シグネチャーギター2本と、で、今回新たにこのシグネチャーストラップ、そしてピックっていうふうにこのシグネチャーアイテムを、どんどん今、揃っていくわけなんですけども、まあもちろん、僕がそういうデザインにしたかったっていう理由なんですけど、これは。ファンの方の、買ってくださる方の音楽人生の中ですごい溶け込むような、そういったものになりたいなっていうふうに
まあ、使ってほしいなっていう思いもあって、このシグネチャーシリーズを今どん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 こうアイバニーズと一緒に展開していってるわけで、音のこだわりも僕が自信を持ってこうしたいと思った、各楽器とアイテムになってますので、皆さんぜひ使っていただけたらなと思っています。